今日はマジで高校生のための荘園の授業をやりたいと思います。大人向けのものとね、高校生向けのものとちょっと違うんですよね。大人向けのものの場合はね、単語数を絞るんですね。受験なんか関係ないので、もう細かいことは全部省略しちゃうんですね。あその代わり、本筋とか流れとか、 そういうのを大事にして作っていくんですね。死を末節を削って、本質を追っかける。そういう形で大人向けの動画は作るんですね。かつ、大人の人っていうのはもう社会経験があるから、その社会経験をできるだけ活かすようにね、話しするんですが、高校生の場合はね、まず社会経験ないから、社会経験でわかる。 説明はできないとそれから、多分ね、私のね、動画見るような高校生は、レベルの高い高校生だと思うので、そうすると受験のことも考えてるやろうから、じゃあ、山川の教科書の太字に出てくるような単語ぐらいは、カバーしてあげようかなと。ただ説明もですね、社会経験に頼らないで、文字で、 理解できる、言葉で理解できるような動画にしないと、高校生わかんないですよね。ということで、大人向け動画ではなくて、高校生のための荘園の動画をね、作ってみようと思います。今日は、荘園が始まって、鳥羽上皇の時代に、 領域型荘園,園と公陵が半々になって高校の教科書の言葉で言う荘園公陵制が成立するそこまでいきたいと思います。で鳥羽上皇が亡くなった後、と方言の乱平時の乱そして鎌倉幕府というふうに展開していきます。 荘園というのは日本史の中でどのように位置づけられるかという概略を説明しますね。高校の教科書は古代、中世、近世、近現代というふうになっています。帝国時代と日本国時代が近現代ですで。それまでの明治維新までを古代、中世、近世と分ける。 古代の中を、便宜上、律令国家と王朝国家に分けます。律令国家とは何かこれは、高知公民制の時代で、ハンデ樹をやって、田んぼを農民に割り当てて、そして素養町を取ろうという。で、ン収ン樹で田んぼを割り当てますから、 農民の生活は保障されます。その際に田んぼはいくら割り当てるかというと、4人家族に対して7畳だったかな ?6 畳から7畳を割り当てます。それで、思考独民で生活できるように設計されています。 実情国家の反電周知というのは、4人家族に6単から7単を割り当て、四考六民で生活できるでしょというシステムなんです。社会主義、計画経済なんですね。ところが、社会主義や計画経済だと、生産を増やそうという個人個人のインセンティブがないので、 生産が伸びない。かつ、土地は増えず、農民は増えていくので、というのは、システムが成功すれば人口は増えるんです。だけど、土地は増えません。なぜか、土地を増やそうというインセンティブがない。なぜ、土地、自分の財産になっちゃいますからね。土地増やそうというですね、そういう意欲がないんですね。その結果、土地が足りない。 という問題が起きて、かつ人は動き回るのでその人を把握できないという問題が起きてで生産も伸びなくなってこの社会主義計画経済的な律令国家は破綻します続いてじゃあ個人個人のですね意欲をもう少し引き出すように個人に自由を与えようという問題 ような国家が登場してきます。藤原のたが作った王朝国家と言われるシステムです。これは簡単に言うと、税金の取り方を人から土地に変えます。で、土地あるんやから、この土地をうまく使えば、反転収入をやってた時と同じ税収はあるはずだと。税金を 人にかけるの難しいから土地にかけてしまう。土地動きませんからね。で、この土地をうまく活用して税収を確保しようと。で、どうやってですね、やるかというと、この土地をやる気のある人間、まあ他党ですけどね、これ農業経営の専門家です。彼らに貸し付けるんです。一年契約です。で、貸し付けます。 そして使用料を取る。るこれがまあ税金になるんですねで。そのやり方は国司とか財務長官人とか地方政治を担当する人に丸投げしてしまうんですで国司や財務長官人も農業をどうやってやるかということは他とに丸投げしてしまいますこれ要するに政府は地方政治を国司に丸投げ国司は農業のやり方を他となど 農業経営者に丸投げ。これ、下請け、下請け、下請けで行こうというシステムなんです。今風の言葉で言うと、アウトソーシングということになります。これはこれでね、結構ね、うまくいくんですね。ただ問題は、国士がね、すっごく儲けるので、というのは、下の生産が増えれば増えるほど、税収は増えてるはずなのに、 どこかに利益が溜ままってしまうんですねこれをね政府がいかにして吸い上げるかということでそこで情報という国士たちに国士になりたかったら金持ってこいという形で吸い上げるんです。これ結構うまくいくんですけどしかしながらこのシステムにも問題があるんです。 何が問題かというと、この他都たちが土地の所有者ではない、かつ一年契約なので、国司だってこれ4年任期ですからね、長期的な展望に立って運営していこうという仕組みがない。一年一年儲かったらいいわ。で、国司は4年間儲かったらいいわ、んなことやってるので <laughs>、ある意味勇気当たりばったりでやってるので、 長期的な計画立てられないやん。いうことになって、そこで、この土地を小さく切って、ユニットに分けて、で、このユニットごとに自由を与えて、長期的展望で経営しろと。と長期的展望に立って経営すれば、生産は増えていきます。この方がうまくいくよね。っていうふうにして、土地を 分割してで、自由競争でやっていこうと。これが中世の荘園交領制です。今風に言うと分割民営化なんですね。ところがこのシステムは自由競争の世界で弱肉強食になるんです。国民一人一人の生活はね、自分で守らないといけないんだよね。例えば律令国家の場合ですと、4人家族には 6単から7単の土地を割り当ててくれるんだけど、省円ン光制においては、その土地はどうやって手に入れるんですかそれは自由競争やんか、ね。自分ではね、能力があるんやということを見せつけてやね、自分の働く土地を確保せんかいということなんですよ。自由競争を激しくすれば、貧富の差が拡大すると。 政府は何もしてくれない。ということになると、弱い人たちは団結しないといけなくなる。そこで地域ごとに団結して村が誕生する。ですね。で、この荘園生も、やがて生産を拡大していく時の壁にぶち当たります。それは何かというと、小さく切って競争させてたんだけど、小さく 切ってしまったためにこの枠を超えることができなくなってしまったで松円という小さなユニットをぶっ壊して全国市場を作りましょう江戸時代なんか年貢米の余ったものは全部大阪に持って行って大阪で売るんですねあるいは特産物を作って江戸や大阪で売りまくって儲けるというそういう全国市場を作ろうと思うと小さく 切ってしまっている荘園は、これは都合が悪いということになって、あ、荘園ってね、大きい荘園でね、江戸時代の考え方で言うと1万石ぐらいなんです。江戸時代の大名って、一番下が1万石で、加賀100万石とかね、姫路15万石とかね、もっと大きくなってるんです。一つ一つのユニットが。 で、かつ、江戸とか大阪という全国市場にね、商品を持っていて競争するんです。その方が生産拡大していくんですね。それでもうこの荘園はやめちゃいましょうということになって、近世の爆破体制に移行します。この時に、荘園の中で出来上がってきた村、これをユニットとして使います。で、荘園設定、 本家、両家、召喚、たとて、ややこ何十にもですね、権利関係が錯綜してますが、もうこれはもうやめてしまって、領主と百姓。で、百姓は村ごとにユニットになっていて、連帯責任でやっていく。このシステムに変わるんですね。で、これがまたうまいシステムでね、パックス、徳川ワーナーって250年にわたってですね、日本は 平和のもとで繁栄を謳歌して元禄文化とか火星文化とかそういう文化が栄えるんですね荘園というのはこの中世の時代の都市制度である最近の教科書は中世とは荘園の時代であるというふうに定義していますさっき日本の荘園って江戸時代で言うと一万石 ぐらいのタンヤって言いの言ましたね大きい荘園でね。1万5区ということとはは人人口は1万人ということですここで日本史で一番ね大事なね原則をね高校生の皆さん覚えてくださいね。教科書に書いてないけどね日本のね農業社会というのはあいつまで農業社会やったかというと少なくとも帝国時代戦前の日本は農業社会でした。 日本人の7割以上は農業で食べていきっ,ったんです。日本人がね、農業でね、食べていかなくなったっていうのはね、私が子供の頃からでね、私なんか農業社会と今みたいな工業社会、あるいはサービス産業時代の変換期を生きてきたんですね。で、今の高校生の皆さんは、工業化社会、あるいはサービス産業の時代を生きてるからね、日本がね、 まさか農業社会だったと思わないけど、今の高校生のおじいちゃんの時代までは日本は農業社会だったんです。農業社会というのはどういうふうに理解すればいいかというと、1人の人が1日分の食料を作る面積を1歩っていうんです。で360歩あったら、 3 6 0日分の食料ができますね。一旦360歩って教科書に書いてあるでしょ。一旦360歩とはそういう意味なんです。この一旦の田んぼがありますと、お米が1年分取れます。この1年分のお米を一国って言います。1人分の食べ物が一国で、 この一国が取れる田んぼが一旦で、一日分の米が取れる面積が一歩やと。教科書に迎えてありますよね。一旦360歩。人口を減らさないようにしようと思うと、最低4人家族が食べていけないといけません。4人家族が食べていくためには、 どれだけお米があったらいいか。一人一国ですから、お米は四国になります。四国の米を作るには、四単の田んぼが要ります。で、これ以外に税金かかりますのでね。税金、例えば、四国を独民で行こうと思いますと、2.7。これが税金になります。 これ、食、自分が食べる分ね。生活費が4。税金が2.7。ということは、この2.7を生み出すために、2.7の田んぼがえる。したがって、4人家族に与える田んぼは、6から7になる。この律令国家の反伝収士において、4人家族に田んぼ、いくら割り当てますかっていう。 ことで、六単か七単やって言いましたけど、計算するとね、6.7ぐらいになると思います。豊臣秀吉がね、本虐書を作るとき、四人家族に対して六単が標準なんかな。反殿収助体制と爆破体制の農村って一緒なんですね。なんと、 中野大江の王子や、地道天皇と、豊臣秀吉や徳川家康は、同じ計算をしているんです。人口を再生産するには、4人家族は食べていけないかん。4人家族は食べていくためには、四公独民でやるんやったら、田んぼを7段割り当てでやらなあかん。最低6段割り当てでやらなあかん。だから、区分田を6段から7段、4人家族に割り当てろ。江戸時代の本百姓に6段から7段割り当てろ。 これが秀吉や持統天皇のシステム設計なんです。もちろんこれはね、中世でも原則一緒なんですけど、律令国家と幕藩体制においては、中央政府がそういう目標を示して、そうなるように作っていくのに対して、中世は自由競争でそういうふうにしていくんです。 自由競争をね、したところでね、4人家族が食べていこうと思うと、田んぼが6から7単、食料が6国から7国作れないと、税金を払って4人家族が食べていくことはできません。このように、4人家族に6から7単の田んぼを与えるのを自由競争でやるのが中世。国家が ある程度目標を定めて運営していくのが古代と近世。その過渡期が古代後期王朝国家になります。現在はどうなっているかというと自由競争ですね。みんな自分で勉強して、会社に入って、あるいは自分でお店作って、家族を食べさせていこうと自由競争社会を生きています。自由競争をやりますと、 現在もそうですが、自由を広げれば広げるほど貧富の差が拡大していきます。そこで、現代においては、社会権的基本権という基本的人権を設定して、健康で文化的な最低限度の生活というものを国民に保障して、貧富の差を圧縮するんですね。現代社会において、資本主義が きちっと発展しようとするならば、自由を拡大すればするほど、貧富の差が広がるのを是正するために、社会保障をきちっとして、所得の再分配をしなければならないんです。ここを理解できる人と理解できない人がいてね、現代における大きな政治問題になっているんですね。 江戸時代がね、結構ね、人々の生活のことをね、考える時代だった。幕府が人々の生活のことを考えていたっていうのはね、二つの点で説明できますね。まず、本百姓には田んぼを六端から七端与えろって言ってます。つまり、江戸幕府は人々に仕事を与えて生活を保障しようとしてるんです。それでもね、 何らかの形で生活が困難になる場合が出てきますよね。江戸時代ね。その時には、徳川綱吉の生類哀れみの例、これで救うんです。生類哀れみの例って、犬が有名ですが、犬でも助けてやるんだから、もちろん人は助けてやらなあかんでしょうと。そこがね、大事で。 だから江戸時代は非常に愛情溢れる。ちょっと言い過ぎかな。なんとかかんとかね、みんな食べていけるようにしようや、という社会になるんです。日本を大雑把に言うと、自由よりも平等を目指した律令国家。続いて、徹底的自由を追求した中世。平等をかなり考えた 江戸時代、そして自由の方にもう一回振り戻した近現代になっているんですで。繰り返しますが、現代のように自由を重視する社会においては、その結果貧富の格差が広がりますので、それを是正するための装置が社会を安定させるためには必要になるんです。それが、 日本国憲法が規定している社会権的基本権。憲法25条。健康で文化的な最低限度の生活を国家を保障する。この安全装置がついていることによって、自由な競争社会がうまく運営されるんです。中世の荘園って、江戸時代の藩の規模で言えば1万国くらいやっていましたけど、 では、中世の荘園には大きな荘園で何人ぐらい住んでいたのかっていうことを説明しますね。ここに人口のグラフがあります。江戸時代が3000万人ですね。荘園が成立するのは11世紀の中頃ですので、当時の人口は500万人台だとされています。 ってことは、江戸時代の6分の1になります。だから、江戸時代に1万国だったところは、その6分の1ですから、だいたい1千0 0国になるんですかね。ってことは、人口は1600人です。中世の荘園って、大きな荘園で、一つあたりの人口は1500人ぐらいなんです。 中世、荘園ができた頃と現在では人口は20倍ぐらいになっていますので、中世の荘園に1500人住んでいたっていうことは、江戸時代で,では1万人ぐらい住んでいた。現在でいれば3万人ぐらいの人口があったということになります。これも頭の中でね、時代を 動かしながらイメージをスライドさせればいいんですね。今人口3万人の都市、江戸時代の人口は1万人で、中世は1500人ぐらいで、それが大きな荘園の大きさなんだと。これで荘園のイメージできるかなと思います。さて、その人口のグラフをね、見ますとね、荘園ができた時期というのは、 人口がやや増え組みになっているところなんです。でね、農業社会っていうのはね、基本的にはね、2つの要素で人口が決まるんですね。1つは技術革新、もう1つは天候です。技術革新で人口が増えたというのが見て取れるのは、ここですね。戦国から江戸前半。ここは戦国時代に 鉱山掘る技術、穴を掘る技術、だから石垣を築く技術が開発されて、で、これでね、水をね、コントロールできるようになったんです。だから、それまで田んぼにできへんとこを田んぼにできるようになったんです。ここで人口が増えていっている。農業社会において人口が増えるというのは、田んぼが増えるということと同じことになりますから、 戦国時代の土木技術の革新、田んぼの増加、人口の増加がここに現れているんですね。で、これに対して、古代中世っていうのは基本的にね、気候が安定していれば生産が増えていくんです。あもちろんね、田んぼも少し増えていってるんですよ、うん。でも基本的には天候ね、天候がうまくいっていれば生産が増えていくん ですね、平安時代前半ってねあんまり気候良くないんですねこれ減っているでしょ平安時代後期ね気温降水量が安定して気候良くなるんですで増えていきますねで次悪くなるのはねいわゆる源平の騒乱の時代清盛とか頼朝が争ってた時代ねあの子だのですね平家が京都を 持ちきれなかったったてあれ食料が足らなくななくっちゃうんんでですすねあれ基金の時代なんですであれ乗り越えますとねその後気候が安定してきてね人間が努力すれば生産が増えていくという人口も増えていくというそういうカーブになるんですねそれからもう一つ明治以降急激に人口増えてますがこれは生産の増加とともに赤ちゃんが亡くならなくなった。 これ公衆衛生で言うんですけどね。人間が住む環境が良くなったんです。最も劇的な成功は水道です。水道が入ると病気がぐんと減ります。その結果、病気で亡くなる人が減って、生まれた子供たちが育つ可能性が高くなって、なかなか人口増えていくんですね。ただ、人口が増えすぎる。 ということはあり得るので、そこで人口を抑制する政策をとって人口を安定させないといけないんですね。うまくやったのは徳川幕府の後半です。ここはうまいですね。ピタッと止めてますね。ところが、帝国政府、日本国政府は結果から見れば失敗したんでしょうかね。ビューンと増えてガサーッと減ってますからね。 これは天候異変では説明できないです。生産量も増えています。生産量が増え、天候がまあまあ安定しているにも関わらず、人口が急増し、急減する。これは政府の失敗ですね。政策の失敗ということになります。ではコメントを読みますね。江戸時代は後期になると、自然災害の増加と各派の財政難格年貢の増加で、 農村が不安定になりました。いや、そんなことはないです。江戸時代の後半は、平均的には順調に伸び続けています。まずね、生産ってね、普通にやってれば生産は増えていくんです。人口を抑えてるわけですから、一人当たりの生産量は増えていきます。時々はね、基金があったりなんかしますけどね、 アクシデント的な基金に目を奪われてはいけないんです。社会全体の生産は増えている。人口はうまく止めている。従って、一人当たりの生産は増えている。だから生活は良くなっている。これが江戸時代後半の基本的な姿です。次に、各藩の財政難。これも各藩がなんで財政難になるかというと、 生産が増えているからです。生産が増えているにもかかわらず、各藩が米ばっかりに頼っているから、米以外のところの経済成長を取り込めなくんです。だから各藩は財政危機に陥るんです。これは打開する方法があります。どうすればいいか。米以外の生産を藩がうまく取り込めるようにすればいいんです。 だから、江戸時代の後半に各藩は必死で反省改革をやります。反省改革には3本の柱があります。まず、倹約します。これとりあえずね、藩の財政赤字ですのでね、倹約するんです。しかし、倹約いくらしたって赤字はそう簡単には消えません。この後、税収を増やすことを考えないといけません。そのためには、生産を増やさないといけません。 生産を増やすためには、まず必要なのは知恵です。だから、学校教育を一生懸命やります。反抗を作って。で、反抗の中にね、武士だけではなくて、一般の人も入れてね、教育に力を入れるんです。教育に力を入れて、それで新しい技術を作るんですね。で、特産品ができたら、これを江戸大阪に売りに行くんです。江戸大阪に売りに行くときに、 お金がいりますよね。生産物を買い入れるお金があります。ここで藩札を発行するんです。藩札を発行して、特産品を増産して、これを江戸大阪に持って行って売って、江戸大阪で金貨、金貨、これを手に入れることに成功した藩は、劇的に財政が改善します。例えば、姫路藩とかね、米沢藩とかね、両方ともね、 もうあかんわーっていうぐらいね、追い込まれとったんですけど、姫路藩なんか、木綿の江戸、千倍に成功して、一気に財政は好転します。で、それやった河合寸能というね、門さんがいるんですけど、今、姫路城の中に寸能神社という、お宮が建って神様になっています。ね、日本史のね、教科書なんか読むと、常にね、なんか政府がね、 税金たくさん取ってね、で、自民は苦しんでてねって風ふうに見えますけどね、あんな嘘です。そんなことばっかりね、雇ったらね、国家弱体化してしまいますからね、生産は常に拡大していくんです。基本的に、まあ、戦争なんかして、しょうもないことしてね、金使ってもたきませんけどね、戦争なんかしなければね、国民生活は徐々に徐々に改善していく。トレンドは上向きなんだ。 これがね、歴史を見るときにね、大切なことです。それでは、えー、一つ一つ見ていくことにしましょうかね。古代、中世、近世という時代を、さっきはこの図で示しましたが、今度は文字で示しています。古代の中が律令国家と王朝国家。 中世が荘園公領制、近世が幕藩体制です。で、それぞれにですね、スタートのところで制度改革が行われています。律令国家の始まりって、まあ、一応、大化の開始にしておきましょうか。ね、大化の開始の見国の利って、あれもね、怪しげな文章ですけどね。まあ、とにかく日本はですね、中国のね、真似してね、日本国家を作ろうとして、えー、中国が、 律令に基づいて、反転収集やってるんやって、よし、うちもやろうってね。もうとにかくね、古代の日本は、中国からいろんなものを取るんだ。まあ、明治国家がね、欧米から何でもかんでも取れたってね、あると一緒ですね。で日本の実情に合わないものもあるんですけどね。多分ね、反転収集ってね、合わへんかったと思うんですけどね、日本にはね。よしよし、そこはね、これ変革ってそういうもんです。 とにかく中国にすごいシステムがあるんや。導入しろって導入したんですね。で、案の定、行き詰まっていきます。でも、なんとかね、反転収集守ろうと努力続けるんです。で、その最後の努力が、藤原の時平政権による縁起の荘園整理ですね。で、第五天皇と藤原の時平は、荘園の整理をして、 反転を行って、なんとか反転収容体制を守ろうとしたんですが、ここで力つきます。次の朱雀天皇と藤原忠平。朱雀天皇はこれはお子さんですので、摂政の藤原忠平が政権を握っています。で、忠平は時平の弟で、忠平は兄貴みたいなことしたらあかんと。もう世の中は変わっとんや。現実を見ろ。 ただ平ってすごいリアリストなんですね。で、彼はね、2つの大きなシステムを下請けにしました。1は、産業振興と徴税。これを国司に丸投げします。2、軍事警察。これも、清和源氏や官務兵士に丸投げします。人事権だけがっちり握って、国司や清和源氏や官務兵士をうまく動かして、 国を運営していこうと考えたんですねこれ、が王朝国家ですでこれうまくいったんですが、さっき言ったように、もっとうまくやろうと思うと、国有地をバラバラにして、荘園というユニットに分けて、重競争させた方がいいということになって、こんなんね、意図的にやったのか、結果的にそうなったのか、これ、わかんないですけど、今から見れば、国有地の分割民営化に進んだと。 いうことになりますね。こうして、全国の土地は、公領、軍、合、保か、それから領域型荘園、荘園という小さなユニットに分けられて、今でいうね、小さなね、市町村ですね。ぐらいに分けて、住居をさせる仕組みに変わります。これ、荘園公領制と言います。 でも、これはね、権利関係がね、すっごく複雑なのと、ユニットが小さいので、もっとルールを単純化して、もっと大きな経済圏を作ろうということになったときに、荘園は邪魔になったので、荘園は廃れて、次のシステム、爆破反対性に移ります。豊臣秀吉とか徳川家康は、4人家族にドク6ナー7ンの土地を与えて、 100軒ぐらいの家で、100軒というと400人ぐらいかな。400人ぐらいで村を作らせて、で、年貢を集めることを責任持たせて、その代わり村の中は君ら好きにしたらええやん。村ごとに競争をしなさい。藩ごとに競争をしなさい。江戸市場で儲けた藩が豊かになるんだというね、システムに変えるんですね。 ただ、そこで、早瀬高野は、勝利哀れみの例で、犬でも助けてやるんだから、人は助けてやりなさいよ、というね、弱肉強食に行き過ぎないように、安全装置を江戸枠はちゃんとつけてるんです。では、律令国家から順番に説明していくことにします。律令国家は、高知公民性と術、反電収受。 人に税金をかけるという三つの特徴を持っています。土地は全て原則国有地です。農民は公民です。で、それを超、軍役という税金を、これは中央税ですね。政府に納め、増用という地方税を払います。地方制度は国、市、軍事という二段階になってきて、 実質的にはね、軍事がね、大きな力を持っているんですね。なぜかというと、理事国家、反転収ン,ンというシステムは、人をきちっと把握しないといけないので、地方の状況をよく知っている軍事、もともとね、地元にいる有力者たち、彼らの協力を得ないと運営できないんですね。で、この地方の有力者、軍事たちが反転収ン,ンを。 うまく取り行って、租葉調や贈与を集めて、政府に収入をもたらします。ただ、これね、土地がね、増えないんですね。農民たち、自分で土地増やそうとしませんからね。だって増やしたって、自分が死んだら、国が取り上げていくんだからね。で、それでですね、あの、有名な、根田永年資材法かなっていうのを作るんですけど、 でその結果、初期荘園というのが現れるんですけど、昔、自己日系荘園って言ってましたが、ただ、この初期荘園ね、人がいないんです。だって、人は皆公民やからね、土地広げたって人いないので、働く人は農民を雇うというか、まあ、賃貸しするな感じでやるんですけど、こんな甘くいきませんよね。だから、だいたいこの初期荘園って、ほぼ、 失敗に終わります。それでも政府はなんとかですね、この反伝収ンを守ろうということで、平安時代の初め100年ぐらいかな、努力続けるんです。で、この努力の最後に出てくるのが、1、最近、荘園という、なんかこの制度の枠外にあるものが出てきてるやん。それ、潰そうぜっていう、荘園整備例と、 それから、なんとか土地を農民たちに割り当てる飯田、これを続けようということで、902年でしたかね、最後の飯田が行われて、縁起の省園政令が出されます。醍醐天皇と藤原の時日高の時でした。でも、それがですね、律令国家の最後の輝きでね、ここで律令国家、飯田終了体制は力尽きます。 藤原の時平の弟、藤原の棚平は考えました。世の中は変わっとる。世の中の現実に合わせて社会を運営していこう。一番できなくなっているのは、人を把握できなくなってるんだ。もう戸籍が実態を反映してない。人がですね、どれだけいるかわかんなくなってるんだから、参謀を割り当てることもできないし、 税金を取ることもできない。だったら、そんな動き回る人に税金かけるのやめて、国有地があるんやから、この国有地に税金かけたらいいやん。で、今までは原則ね、農民に土地を割り当ててましたが、反電ですね。それやめちゃったわけですから、じゃあ、この国有地、誰が耕すんですかっていう問題が出てきます。 そこで政府が考えたのは、やる気のあるやつに貸したらいいんや。で、やる気のあるやつとは誰か。タトって言います。これ、農業の専門家ですね。今で言う、中小企業の農業会社の社長。これがタトです。で、このタグにですね、貸しましょうということになりました。土地をね、貸していくためには、 土地に名前付けとかなきませんよね。だから、妙というね、土地に名前が付くようになります。で、この契約なんですけど、毎年契約を更新するんです。なので、他との生活って不安定では不安定なんですね。来年契約続けてくれるか分からへんし、というね。その代わり、力のあるだとは、もっと異常圏のあるところ、 移動していくこともできます。タトって農業をする力を持っている人で、まあ今の会社みたいなのはね、農民たちを集めて、農業をしながら動き回っていく集団なんですで。土地は持っていない。土地は国の土地を借りるんです。タトたちに農業をさせて、そこから収入を得る。 そうすると、一番大事な作業は、毎年一回、他党たちに土地を貸し付ける契約をする。これがすっごく大事になってくるんです。で、国士なんですが、絶対にせなあかん仕事は、他党との契約です。だから、この時はね、国士ね、地方へ出かけていくんです。ただ、他党との契約終わりますと、 あとは他徒たちが一生懸命農業するわけですから、別に国志が見張っとかなあかんということでもないので、じゃあ私、都に帰りますという国志も出てきます。養人国志って言うんですね。自分の在任地を離れて都にいる国志。なんでそんなんでいるんやーって言うとですね、別に国志地方にいても仕事はないからです。仕事はもう他徒たちに下請けさせちゃったからです。 でも中にはね、もっと稼いだろうというのもいますよね。で、現地に頑張って稼ごうというのをね、ずれおうっていうんですね。で、これね、うまくいくんです。他とたち、やる気ありますよね。ここで稼いで。で、契約額よりたくさんのですね、収入が入ったら、自分の利益が増えるんや。 座ナ長官人たちも必死ですよね。タトたちをですね、うまくね、使ってね、タトたちがごっつい稼いだら、それをね、吸い上げてね、自分のポケットに入れだろうと考えてるし、国士は国士で国からですね、受け負った税額だけは何が何でも集めなあかんけど、それ以上ですね、集めることができたら、それは自分の儲けになるんですね。これって国士も座ナ長官人もタトも、 自分の利益を追求して生産を増やしていくという、そういうパターンなんです。で、その結果、生産は増えていきます。ただ平の政策は当たったんです。で、こうなります。他と頑張ります。農民たち、お前ら頑張れ。頑張ったら給料増えるぞ、ちなもんですね。他とも農民も頑張ります。 でその結果、生産が増えて、分け前が各段階で増えていきます。他党について説明をつけておきました。他党とは、農業経営者で、納税の義務を負っている人です。ただし、この人たちは、田んぼは持っていないんです。土地はあくまで借りて耕すんですね。土地には、名前が付けられています。 妙と言いますで。この妙を耕すので不妙と言います。農業をする人を経営者というふうに見ると他と。農業をする人を妙を借りて耕す人と捉えれば不妙ということになります。でこのシステムが立って生産が増えていきますと、国士の利益が 巨大なものになっていきます。国志ってね、評価は何かというと、4年間人気終わった後で、都に戻った時に、さて、4年間の国志生活で、ちゃんと割り当てただけの税金集めてきたかこの頃は、貫物とかくじとかいうんかな、税金ね。うん。そは税金集めてきてましたかっていうことを 国家はチェックします。で、国士が割り当てられただけの税金を集めてきていたら OK です。これ、図量効果定めていうかな。集めてきてなかったら、お前何しとったんやいうことになって、もう君、ここから昇進の道はありません。あるいは、ただ変分お前払えや。 ということになります。頭領降下定めに失敗した有名な例は、源義家です。源義家ね、五三年合戦なんか引き起こしてね、五三年合戦にかまけ取って、税金ちゃんと集めてえへんかって、陸の神だったんですよね。で、陸の神終わって、京都に帰ってきて、 ずれを効果定めで、源義家君ん、ご苦労さんでした。あなた、きちっと税金集めてきましたかねチェックしたら。足りませんね。何してたんですか五三年の影響、戦ってました。そんなもんせえ、言うたかと。義家君君ね、税金取りに行ったんで。戦いに行ったんちゃうで。戦いに関した費用を払ってほしい。そんな払わへん。とお前、勝手にやったんやんか。 自腹切って払えついでに、税金不足してるんな、これもな、払えなって言われて、よしえ君、これ、税金足らへん分、払ってくれるまでもう昇進ありません。というふうに、源義家のように、ずれ落としての働きがだめというふうに査定されますと、昇進できなくなります。 ちなみに、源義家のお父さん、源頼義は、陸の神をきちっと務め上げて、伊予守に昇進しました。伊予守の方が収入多いんです。うまくやったら、もっといいとこに回してもらえるんです。これに対し義家君は、君お父さんほどじゃないなぁ。君ここまでやねと。藤原頼道かな当時の関白は。 そういう評価をされてしまったんですね。さて、ここでですよ。国士がね、ごっつい儲けていることが分かってきますね。そうすると、このごっつい儲けている国士の利益を吸い上げる必要が出てきますよね。社会全体の生産は増えている。しかしながら、国が国士に割り当てた税額は あんまり増えてないどうも世の中では生産がアップして国士のとこに利益いっぱいあるみたいやこれ吸い上げたろうというわけで国士になりたい人ねお金持ってきてくださいって言うんですお金持ってこいってより普通建物建てるんかなお屋敷がちょっと壊れたな私が修繕させていただきます お寺が欲しいな。私が建てさせていただきます。ってなわけでね。国司ごっつい儲けてますからね。でも国司って国司に任命してもらえるから儲けられるんで、任命してもらえなかったらどうにもならないんですね。人事権を握っている苦行、藤原道長とか、ね、そういう上級貴族には頭が上がらないんです。国司って普通、 C 位から五位。まあ、五位が多いね。五位の下級貴族が国師で、左大臣や、右大臣や、大納言や、っていうね。これが苦行です。で、国師は苦行のところに然るべきものを持っていってね、次の転勤時よろしくお願いしますね、って <laughs> 言うんです。で、これでね、税をこう吸い上げてるんですね。だから情報というのは、 国士のところに溜まっている富を国家が吸い上げていく仕組みなんです。高校でね、勉強したらね、情報ってなんか賄賂かって思いますけど、まあ、賄賂という性格もあるけど、地方の富を政府が吸い上げていく、まあ、課税の一手段って言ってもいいのかな。うん、で何しろこのシステムね、 本当にうまく回ったんですだから道長の時代この王朝国家の全盛時代ですのでね道長はほとんど政治について大したことしませんよね。日軽君見ててもね道長一組やったのはうちの娘を時代させて亭主とですね競争させてうちの娘の少子が王子を産んでくれたらとかねんなことばっかりやってたわけで。 道長があんなことばっかりやっててもうまくいくのは仕事アウトソーシングしたのでアウトソーシング先の国士が頑張ればそれなりに国家は回っていたからです。でこの時期にね土地をね開発した人がいてでその人たちがその土地をなんとか自分のもんにしてで国士にね目付けられないようにしようかなとかね あるいは自分が新しく開発した土地をね、税金免除してもらえないかなとかね、んな形で、国士に頼んで,で、国士面いうのをもらって、税金を免除してもらう。そういう荘園ができるんです。これ、面電型荘園って言うんですで。一応ね、土地持ってる人は、その土地を所有権安定化させるために、名義上ね、ちょっと言うんですね、寄進するんですけど、 だから、基準地軽症円の一種ではあるんですが、症円の手続きを取るとき、特にその、税金を負けてもらう手続きを取るときを、国士の面板でやるので,で、規模もね、小さいんですね。が基準地軽症円の中の最初に出てくる小規模な基準地軽症円これ、面伝型症円って言うんです。これもね、 そんなに大した量ではないです。藤原のね、道長のね、収入って何かというと、あるいはこのハイロンルールドで通って上がってくる、この国家の収入から、ドーンと、あ、サダイになりましたね、た給付がドーンとあるわけでね。道長の収入っていうのは、ほとんどが国家からの給付です。荘園からの収入で藤原摂関家が、 成り立っていたわけで、はないんですねさらに、この国司面ン,ンによるね、荘園のね、不安定なところは、国士が税金免除してあげるわって、国司面ン,ン変えてくれるんですけど、国士交代したら、それ前の国司が発行した国司面ン,ンやろうって、わし知らんがなって言われちゃうことがあるんですね。で、そこで、いや、もう一回これ、更新お願いしますって言うのするんですけど、 通るか通らへんか分からへんし、通るとしてもね、ただでわかるんでしょっていうことで、国口にライセンスを払うんです。で一般にね、国口ね、4年任期でしょう。で、4年目にね、国口メンパン乱発するんですね。で、次の国口がやってきて、片っ端から取り消していくというね。で、そこにインザコーが起きる。だから、諸苑整理せないかんということになるんですね。で、諸苑整理って、頻繁にやるんです。 頻繁にやってもやってもね、まだ国人面板を乱破する国士がおるからね、いたちごっこみたいなもんですね。でね、国士のね、利益がね、巨大になっているということは、中にはね、やりすぎるやつもおってね、残の状、官人とか、他都とかね、もうこの辺りの地元の有力者と、あまりにも貪欲な国士との間で衝突が起きることがあるんです。で、こういう時。 地元の有力者たちは国史めちゃめちゃやってですね国家に訴えます一番有名なのは藤原の元長でしたかねが訴えられた「終わりの国軍事百姓下」と「下踏み」988年988年というと火山天皇が出家に追い込まれて兼家が実権握って 頃天皇は一条天皇、まだちっちゃいから、摂政の兼家が実権握っている頃のことですね。で、この国司のね、やり口に問題がある。それから、座長官人たちのね、利益も守ってやらなあかんと、まあ、そういうことがあって、道長はあんまり何もしてへんですけど。 藤原頼通はね、制度を改革したんです。道長って、この世ばってね、いうことで、摂関政治では成功しましたけど、じゃあ道長が何したんですかって、政治システムの上でね、どんな改革したんですかってやると、あんまり道長さんはやってない。っていうか、それだけ道長の時代って、うまく動いてたんですね、国家システムがね。 で寄り道はね、政治システムの改革をやりました。1、これ、宮殿監獄立法というんですかね。国司とね、残長幹事が揉めるのはね、税率、これを国士が好きにできるからです。政府が言ってるのは、国有地を任せるから、決まった税金集めてこい。で、数理、要算集めたら、お前のポケットに入れたらええということなのでね。 国士の中にはね、真面目な人もいますけど、無茶する奴もおるんですよね。で、無茶がなんでできるかというと、税金の取り方は君の自由だ、になっているからです。でそれでは、揉めるよね。そこで、国士が勝手に税率を変えられないように、税率を決めましょうって。逆に言えば、そんなこともしてへんかったんかい。ってことになりますけどね。 寄り道はこれではいかんということで、陥没立法、税金はこの税率で集めなさいということを決めました。次に、国口が国口メンパンばらまいて、やったら買ったらね、増やしている国面省これ、整理せえということをやりました。それから、新しい税金を導入しました、一国平均薬って言います。 一国平均薬って、すべての土地に対して税金をかけるんです。これ何回目の税金かというと、大規模公共工事、うん。ぶっちゃけ代理の立て直しです。これ一条天皇の頃からね、代理何回も火事になってね、代理の立て直しってすっごい金がかかるんです。これはもう臨時にお金集めなあかんので、 で一国平均薬という制度を導入しましまたそれから、在庁肝心たちがね、土地を増やして収入を上げようとするんですが、うん、それ認めましょうということで、君ら頑張って土地をね、開発しなさい。でそこで土地が増えたら、当然税金納めるんですよというようなこともしました。 寄り道って政治家としてはね、結構ね、評価されているんですね。で、この次に御三条天皇が出てきます。御三条天皇は、節棺政治を終わらした天皇であるということで有名ですが、もうその話は、今日は政治の話ではないので、置いといて。御三条天皇は、 摂関政治を終わらせたとともに、延久の荘園政令を出した天皇として有名です。この延久の荘園政令をきっかけに、荘園はぐーんと増えていきます。そして、中世は荘園の時代だと言われるようになります。ここで高校生の皆さんに認識してほしいのは、 道長の時代、まだ荘園は社会の中心的なシステムではないんです。荘園がガバーッと増えて、日本中が荘園だらけになるのは、御三条天皇の延期の荘園制令がきっかけになって、その後、白川上皇、鳥羽上皇、後白川上皇、特に鳥羽上皇、彼がむちゃくちゃに荘園を作って、 で日本の半分が荘園、半分が高領。でも高料も荘園のように運営されてしまう。つまり日本中が荘園のようになる。荘園高領制に入っていくんですが、荘園が増えていくカーブって、こういうカーブをたどるんですね。延球の省園制入れによって荘園が増えていくんだ。 これがわからないと、中世は荘園の時代という言葉も理解できないし、従って日本史はわからないということになります。荘園は、ご三条天皇の延期の荘園整理をきっかけに増えていくんだ。ここをね、きちっと認識してくださいね。さて、ここで問題になるのは、 日用の国、カノコギの将という荘園ですで。ここでね、一つ質問をします。社民寿命が土地を開発して年貢を集めるようになりました。で、社民寿命の孫です。中野高方の時に、藤原茂正に寄進して年貢を400石渡すことにして、 両家になってもらいました。で、実政の子孫の元彩は力が弱かったので、国家の乱暴を防げなかったので、元彩は茅ヌ院大親王に2回目の寄進をして、この茅ヌ院大親王を本家と言います。預かりどころ、両家、本家。この三段階の 支配体系で荘園は成り立っています。さて、この図で、御三条天皇の荘園整理令は、どこに位置づけられるでしょうか。1、寿命が土地を開発する前。2、寿命が土地を開発して、高方が受け継いで、高方が実政に寄進して両家になってもらう。ここ 三、サネマサから元歳に相続される、ここ。で、元歳がカヤノインナー神皇に寄進して、それから後、一、二、三、四。どこに五三条天皇の荘園聖霊が入るか、 という問題です。コナン、簡単ですよね。どこかというと、1069年に初演政令が出ますので、ご参上天皇の1069年はどこに入るかということで、佐根正と高方が定軍出たのは1086年ですので、これよりは前です。 で寿命はようわからないけど、卓たのおじいちゃんですのでね、そうすると、ここかな、荘園整理令はね。うん、とするとですね、御三条天皇の荘園整理令が出てから、荘園は作られていくということになりますよね。 というふうに、教科書はちゃんと、ご三条天皇の荘園整理令が出てから荘園は作られましたって資料で説明してあるんです。それからもう一つ、これ今、高校生使ってるんですがね、これ私が10年前に高校を退職した最後の頃に、ま個人的に一冊買おこかと思ってね。 買った教科書ですこの教科書ね、読んでもね、面白くもなんともないですけどね、日本史がね、ある程度分かってる人がね、まあ、辞書代わりにね、チラチラっと見るには、これすごく便利な教科書なんです。うん、非常に正確に、簡潔に書いてあります。高校生がこれ読んでわかるんやろうかっていうね。いや、こんなもんよりね、 もっといい参考書、礁、実況中継とかね。日本史ナビゲーター、いまいちやからな。まあ、今やったらもっといい参考書礁出てると思いますけどね。うん、これね、読む本ではなくてね、辞書代わりにね、ちらちらと見る、それにはすごくいい本です。で、この本、簡潔に正確に書いてあると言いましたが、例えば荘園ね、鳥羽上皇の時にたくさんできました。 っていうのは、こういう資料が入っていてね、この緑が鳥羽上皇が作った荘園です。鳥羽上皇から後作られた荘園です。このね、資料によってね、荘園というのは鳥羽上皇から後に作ったんですよっていうことを教科書は書いているんです。ところがね、このね、鹿野古紀章のね、資料ね、入ってる場所がね、ここから中世始まるんですね。これのね、 後でで作られるんですよ、うん、こ,のこのページの後にね、荘園生異例が出てくるんです、ここね。で、荘園生異例の後に、カノコ義匠は作られるんです。だけど、カノコ義匠の資料って、その前に入って、ここに入ったんです。ここね。せやから、教科書前から読んでいくと、カノコ義匠が作られて、荘園生異例が出るというふうに、 錯覚してしまう高校生がいるんです。でも、この教科書は正確に書いてあって、ちゃんと読めば、荘園生理例が出てから、金子儀章が作られました。荘園は、鳥羽上皇の時代にいっぱい増えていきました。ってことは、道長の時代は荘園はあんまりなかった。というふうに、わかるようになって、 いるんです。力なる先生であれば、そこはきちっと説明してくださるはずです。ただ、高校生が一人で読んで、そこまで読み取れるかどうか、それはどうでしょうね。次にね、この資料なんですが、そも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 としてね、この資料ってね、事実を書いてんのという指摘はあるんです。 今この「かの衣装賞」という資料は荘園がどのようにして作られていくか事実を示してないんじゃないかということになっているんですね現在の教科書だと縁起かのこぎ縁起の順に並んでいます縁起かのこぎ縁起の順に並んでいるということは カノコギの章の方が、円球の省円整理例の前にあるということですね。だけど、そこが問題なんです。円球の省円整理例が出てから、カノコギの章は作られるんです。ここがね、高校生が錯覚しちゃうところなんですね。これについては、 短い動画で、鎌倉佐保先生の実況出版が先生用に配った、もう10年も前ですよ。配った資料に、金の子技の章を使って荘園を教えるのはいかがなものかっていうね、3ページぐらいの短い文章ですけど、それを私が解説した動画作ってますのでね、それから鎌倉佐保先生の その文章は実況出版のサイトからダウンロードできますのでね、それをダウンロードして読んでください。でね、この資料自体に実は問題があるんです。単純なところから言うとね、蚊の院内診断この人誰なんですかそんな人いましたっけ 内親王やから、賭場天皇の娘かな、って思いますよね。で、ここにね、元祭、両家徳文二百国をもって、蚊帳院内親王に寄進す、って書いてあります。で、九段の実は皇居の後、って書いてあるので、この人が亡くなって、この二百国は、ビュク門院の計らいで、 仁和寺に寄進されたって書いてあるんですね。で、このカエヌイナ神王なんですけど、系図をね、ちゃんと作るとね、こうなるんです。カエヌインという人はいます。カエヌインは藤原の忠真の娘で、鳥羽の皇后です。皇后といっても、 中宮は大院少子ですね39歳になって鳥羽が上皇になってから受代した皇后です。この人は忠真の娘で忠道の姉ですから天皇の娘ではないです。だから内親王ではないです。従って茅の院内親王としてはいないということになります。 じゃあ、その内親王って誰なんというと、この人の幼女に、というのは、この人39歳で受大しましたので、お子さんいませんので、鳥羽の皇后、あこれ、なんで皇后かというと、1141年に茅野院が落職して、女院になって、皇后の座が空いたので、鳥羽が自分の可愛い人にしていた徳使、成子さんを、 皇后にしたんです。で、この徳士さんが産んだ、美福門院が産んだ、これ最初の子供かなこの人をね、養女にしてるんです。英子内親王って言うんです。で、この英子内親王が亡くなった時に、美福門院が英子内親王をお祭りする、菩提を伴うお寺を作って、そのお寺を 仁和寺の系列の中に入れて、英氏内親王の持っていた荘園を仁和寺に寄進したんです。従って、鹿子儀章が作られた最初の本家は永氏内親王、鳥羽王家ですね、永、う、氏、ん、内親王なんですが、ここごちゃごちゃになってるんですね、で、かえ内親王とになってるんですが。 そんな言葉でね、高校生に説明する必要はないから、海縁院内新能って書いてますが、海縁院内新能っていましたっけで辞書で言ったらね、そんな人いません。で、さらに、事実関係も間違っていて、これは、あの、高等学校ですることではないんですが、伊藤利和先生の書いた中高新書荘園。 この本ね、何でも書いてあるんです。すごく便利な本です。カノコギショウのことも書いてあるやろうって思ってね、読んでいったらね、ちゃんと書いてありました。カノコギショウとは、どのような荘園かというと、事実を言うとですね、シャミ寿命という人はいる。ただ、この人は開発領収というほど身分は低くない。 この人、頭領やと。次に、年貢400国を先渡ちっていうことはですね、この年貢ってもっと多かったってことになりますよね。400国を入って領家に渡せるような荘園ってかなり大きな荘園です。で、そんな荘園を開発領主が 作れるわけがないもし三味寿命が荘園持ってたとしてもそれはちっちゃな年齢型荘園やったんやろうと。田んぼを持っててここ税金免除してくださいという程度のものはあったかもしれんけどあったとしてもその程度のもんやと。じゃあ金子議長ってどうやってできたんですかって言うと藤原の実政という人がいる。 これ両家になった人ですね。金子義将のことという資料ではね。この人ね、太宰の第二なんです。結構偉いです。太宰府のトップです。長官措置ですよ。措置京都にいますからね。九州に来る人の中では、これ一番偉い人です。で白川天皇、五三条天皇の教育係していて、では先生にも、いい地位をね、差し上げますよ。 白川天皇のおかげでね、十三味三義から、太宰の第二、十二位まで上がりましたで。この太宰の第二の力を持ってね、土地をかき集めてね、荘園作って、で中原隆方、この人も貴族なんですで。君に経営を任せようということになったんです。これが、鹿野小の始めやと。 ところがね、このね、藤原実政さんね、宇佐八幡宮とね、争ってね、で、負けるんです。で、負けてね、太宰の代に辞めた挙句、伊豆へ飛ばされてしまうんです。で、その結果、藤原の実政の力で作った金子木の章はバラバラになってしまいます。なので、 金子木の章のことという文書は、中羽の高方を持っていた土地を藤原実政に寄進したと書いてあるが、事実関係は逆で、実政が荘園をガバッと作って、高方君、君、預かり土豪にしてあげよう。これが真実の姿のようです。でも、金子木の章は、 サ山さんが失脚してしまったので、バラバラになってしまうんですが、でもサ山さんのね、子孫のもとに残骸が残りました。で、この残骸をですね、元祭は、鳥羽王家に寄進します。で、この残骸を荘園にするんです。その時に鳥羽王家の力で周りをガバーッと取り込んで、 大きな荘園を作るんです。ここのところは後で詳しく説明します。で、いずれにせよ、一旦バラバラになったカノコギノショウの荘園の残りかすみたいなものを元祭が鳥羽王家に寄進して、鳥羽王家がそれ荘園にするわって言って、その時に周りをガワーッと取ってですね、カノコギノショウを作った。そしてカエヌン内親王、実は英氏内親王なんですが、が、 本家になって、元妻が両家になって、荘園は折藩することにした。英氏内親王が亡くなって、でお母さんの琉門院がこの二百石をむ室仁和寺に寄進した。で、これが本家の始めである。だから、鹿子儀章の本家は始め、 資料ではカヨネイン内心王、実は英氏内心王、これを、英氏内心王が亡くなった後、お母さんの微福門院が仁奈寺に寄進して、仁奈寺から何らかの事情で当時に受け継がれて、当時が本家になって、鎌倉時代の終わり頃かなここで訴訟を沙汰が持ち上がって、その時に、 当時側がこの荘園に対してうちには権利があるんや。なぜかというと、この荘園の歴史は格々しかじかだって書いたのがこの資料やと。だからここにね、当寺って書いてあるんですね。これね、昔はね、書き間違えちゃうんかって言われておったんです。私がここで勉強した頃はね、確かこれこうやった当時のが間違ってるんや。 これ書き間違いや、って言われてたんですが、その後研究が進んで、いや、これやっぱり当時でいいんやと。この当時というのは正しくて、これはイコール、こうなんです。だこの、かのくぎの章という資料は、裁判において、当時が自分の主張をするために作った文書。義文書。 であるだからこれで新知形荘園をしているのはまずいんじゃないんですかっていうのが鎌倉沙保先生の文章に書いてあることで、うん、伊藤先生の証園見ても「うん、そんなもんやろ岡野国署の実態は」って書いてあります。でこの資料でね証園を勉強した時にね 何がまずいかというと、この資料で勉強すると、1回目の寄進を受けたのが寮受家、2回目の寄進を受けたのが本家だというふうに、高校生は理解してしまう。というか、私もね、そういうふうに昔思っててね、一生懸命これで説明してました。1回目の寄進受けたのかな、両家で何回目が本家やねん。寄進したやつは預かりどころになるんや。 預かりどころ、両家、本家の順やねちゃんと覚えときよって指導してたもんですよ。ところが実態はちゃうんです。荘園を作ったのは、英氏内心の、資料ではカエル内心の、この人が作ったんで、この人から下に向けて、両家が任命されるんです。 サネマサと高との関係もそうですね。サネマサが荘園作って高方に仕事を分けてやるんです。荘園というのは上の者が作って下のものを人事権で任命していくんです。下から上に作っていくんちゃうんです。でこのように、このカノコギの賞の,の資料で荘園は下から上に作っていくというふうに理解してしまうと、これも事実に反するんですね。 というわけで、この、カノコギノショウの資料で、教えるのをやめたらどうですかという意見が出ているんだそうです。というか、今、研究者の間では、カノコギノショウの資料で、まだ高等学校って教えてるの <laughs> らしいですよ。<laughs> 当時への寄進は、エータを食えルみたいなもんですかまあ、そうですね。 内親王の,の舞台を弔う小さなお寺が作られてそのお寺を仁和寺グループが面倒見ていくでその費用としてね荘園からの上がりを使ってくださいということですねではここから荘園のせい円球の荘園のせ霊に戻ってですね順番に説明していきたいと思います 延期の荘園生異例は、御三朝天皇が1068年に即位して、翌年に出てきます。なんで荘園生異例を出すのかというと、増税のためなんですね。増税ってどんな税金を集めるかというと、一国平均約という税金を集めるんです。一国平均薬って、大規模公共工事をするときの 全国的に課税する臨時課税です。何のためにそんなお金がいるんですかっていうと、大国殿の再建のためです。でね、道長の頃からね、代理ってね、火事が多くてね、で代理は何回も燃えるわ。で、とうとう、調動院とか、大国殿とか、こんなもん燃えてもたんです。でね、大国殿燃えてもた時ね、 藤原頼道がね、なくてもいいじゃないですかこんな大黒殿なんかね、これ大ホールでね、即位式典なんかとに使うんですけど、高い金かけてね、作り直すこともないでしょうっていうことやったんです。で、後三条天皇が、これからは石棺、政治と縁を切って、新しい政治するぞって張り切ってね、天皇の即位式典やろうとしたら、 大国伝ないということになって、それはいかんと。立て直せって言い出すんですね、小三条天皇で。少なくとも、俺の息子、白川天皇ですね、が即位するときの即位式典は、再建になった新しい大国伝でやるんだ。立て直せ一国平均約かけろで、一国平均約をかけるためには、 全ての土地に税金かけるんですが、そうすると、その土地誰が持ってるんですかっていうことをはっきりさせなあかんでしょで、そのために、その土地は今誰のものになっているのか、ちゃんとね、書類を調べろ、県警を調べろって言い出したんです。で、その過程で、怪しげな荘園は、そんなあかんわ、っていうことにしてしまえ。この時に、 藤原摂関家が持ってる荘園なんですけど、だいぶ整理されています。どういう荘園かというと、藤原摂関家にいろんな人が名義上だけお宅の荘園にしてください。で、ちゃんとお礼しますから。っていう形で話がどんどん来るんですね。で、別にそんなんはいはいって言ってたって構わないわけで、お礼さえしてくれたら、うちの名義貸しますよっていう文があるんです。でね。 もうこれはね、もうしゃあないわと。実際何の根拠もないんやし。寄り道もね、まあ、これしゃあないわと思いました。でも寄り道はね、藤原摂関家が持っている大事な証言これは守らなあかんと思ってました。人様の証言が明確したやつが制裁なら、それはかまへんと。せやけど、藤原摂関家の財産は守るんだと。藤原摂関家の 財産っていろいろあるんですけど、その中に平等院にくっついている荘園があるんです。で、平等院は藤原氏のトップに代々受け継がれていくので、で藤原氏のトップが平等院を手に入れますと、平等院寮荘園が手に入るという仕組みになっているんです。で、平等院は1052年に寄り道が建てました。この時に寄り道が荘園を平等院に寄進して、これは 藤原家のトップの人が代々費用が必要やからその費用を補填するための荘園にしますということにしたんです。で、1067年、五霊勢天皇がやってきて平等院に、まあ、寄進をしてくれました。これは守らなあかんということで、1069年に平等院の荘園の冬不,不入を頼道が申請したんです。 1069年って、御三条天皇が荘園整理やってる時ですよね。荘園整理やってる時に荘園を申請したんです。寄り道も根性ありますね。ところで、延休の荘園整理例では、1045年に荘園整理前にやったので、それより前のものはまあしゃあないとして、1045年から後のものは、 そんなん荘はあかんということでやろうなと決めてたんですが、これ1069年に新しく申請されてきたもんですから、こんなものね、どう考えたってアウトなんです。で、寄り道はね、審査できるもんなら審査してみい,い。不合格にできるもんなら不合格にしてみて調査来るならどうぞってですね、待ち構えていたんですが、 記憶証研究所の役人がビビりました。そんなもんね、審査に行ってね、不合格なんかしたらね、頼道怒りますよね。これ、で天皇が寄進してくれた土地を含む、我が藤原摂関家の荘園を、私、藤原頼道が証園にしたいと言っているのを、君、不合格にする気なんって、にらまれたら、そはまずいよね。 まずいです。で、既読諸縁経験書はですね、これ、しょ、調べたら違反になるんですけど、調べんかったら判断せんでええでしょうん、調べません。見て見ぬふりをしたんです。これで、何が明らかになったかというと、諸縁整理を調べに来るやつ。これよりも、偉い人が諸縁作ったら、 フリーパスなんや、ということが分かったんです。普段ね、荘園整理ってね、国士がやるんです。国士がね、国士面ン,ンでね、荘園をね、いっぱい作っとうでしょ国面将って言うんですね。これをね、減らせというので、これを国士にさせよったんです。それまでは。ところが、国士と国士面ン,ンでは、これ。 格外してやから、なかなかうまくいかないので、で、今回は、大乗官という、国士よりも上の役所を使って整理しようとしたんです。これやったら、国士の書類なんかチェックできますよね。大乗、うん、官の方が偉いんやから。ところが、ここに、それより偉いやつが出てきたんです。摂関家です。 しかもこれにゴレ礼税天皇がはんどんです。これは手が出ません。公務員って自分より上の者には手が出ないんです。下には強いが上には弱い。が公務員の世界ですからね。いや、それでいいんです。公務員というのはそうやって上からの命令に従ってちゃんと仕事をすればいいんだってね。こうして、大上官荘園整理をやる。 権力よりももっと強い権力。二つしかありません。天皇家と摂関家。これが荘園を作ろうとしたら、それは止められない。だったら、天皇家や摂関家が荘園作ればいいではないか。ということになって、まあさすがにね、天皇がね、自ら作るとちょっとまずいので、天皇って公的なポジション。 ファブリックなポジションですからね。さすがにまずい。そこで、天皇を辞めた人、天皇家のトップ、上皇、知天とも言いますけどね。天皇家のトップの人が、もう天皇を辞めてるから、私プライベートな人間ですよ。ということで、で天皇家の座さんを増やしに行くんです。白川上皇とか、鳥羽上皇とか、小白川上皇とかね。こうして荘園が増えていきます。 この荘園は今までの荘園とは全然違う作り方をします。領域型荘園って言います。基準地系荘園の中には2タイプあるんです。面伝型荘園と領域型荘園です。領域型荘園は御三城天皇の荘園整理の後で石関家や天皇家によって成立されていきます。ところでさっき藤原頼通という人は、 政治家としてもなかなかの人で、いろんな改革をやったと言いました。その中に、財務長官人に土地の再開発を認めようという、これが入ってたんですね。だから、この頃ね、財務長官人、国家に勤めている連中が土地の再開発をね、どんどん申請してきよったんです。ちょうど五三上天皇の荘園政令の 例、ね、例えばどんなものがあるか一例を見せますこれ、矢野の章という、あ私、実は矢野の章で生まれて育ったんですが、矢、うん、野の章の開発総称文書といわれる、矢野の章を開発した時の文書です。1071年ぐらいから。ということは、五三条天皇の朝廷戦令の2年ぐらいあとからね、話が始まって、 1075年、正式に申請書が、北が姫路城のそばにありました。そこに提出されます。提出した人は、阿公軍司の旗のため時という人です。旗氏って旗の川勝を外する一族で、貴族としてはそんなに上の方ではないんですが、地方にね、名発 いる人たちで虎井人系で新しい技術持ってる人たちなんですお酒造りとかね土地を開発するとかねで、た私が作ったお宮は京都に大きいのが2つあります伏見稲荷と松尾大社です伏見稲荷行くとね、独特の雰囲気があるでしょ元気元気元気儲けたら儲けたら儲けたらね <laughs>。 あれの雰囲気なんで、すねでその秦がですねあちこちに、ね、根張ってるんですが、表現のうち西の方、これ、播磨ってハリ播磨の国って言うんですね。で、播磨の国のうちのさらに西の方、今で言うと相生市、赤穂市、上郡町、旧赤穂郡です。作用郡、思想郡この辺りね、秦市の力が強いところなんです。 で、その秦氏のね、末裔がまた力を持っとったんですね、この時期ね。で、旗のため時という人です。どれがの地位の人かというと、赤穂郡司というと、まあ、今でいう、相生市長、赤穂市長ぐらいかな。で、かつね、播磨の国の代表ですから、国画のね、役人でもあったんです。で、この人がですね、 土地を開発しようと。で、この土地ね、一回開発されたんですけどね、その後ね、メンテナンスがええ変でね、灌え施設がね、壊れてしまってね、荒地になっとったんです。ここの灌漑施設を直して、元のような田んぼにしましょうと。そしたら収入が上がって、税金も払えるでしょうと。なら、いずれ国外に入る税金増えますよと。 でそのために、ここ、再開発するから、ついてはね、労働力がいるんだけど、国側のね、労働力を使わせてくださいよ、っていう、そういう書類がこれです。悪行軍事の方のため時が、国側が,が採決をしてくださいということを申請します。 何するんや。ここの再開発を行います。場所は、ここに書いてあります。で、ここのプロジェクトを、久富のほと名付けます。これね、適当にね、いい名前つけるんです。めでたい名前をね、こういうプロジェクトには。工事が進んで、ここが再開発されました。今ここね、山陽新幹線の IOH があったりなんかして、 とってもにぎやかなとこになってるんですが、この写真見てもわかるように、平地がね、わーっと広がっているわけではなくて、農地としてはよろしくないんです。ここね、北から山が迫っていて、南からね、海がね、迫ってるんです。その結果、鉄道とか道路って、ここしか通れないんです。だから山陽本線も、 国道2号線も山陽新幹線もここを通っていくんです。ここしか通れないから。こんなとこって農業をやるにはあんまりいいとこちゃうんですね。だから荒れてしまってたんです。で、これを再開発して農地に戻しました。あのため時さんはですね、この土地を仮場の国士、藤原昭恵に名義を変えてもらいました。 の秋末はこの土地を息子に譲って、息子から娘に譲って、さっきのケースが出てきましたね、ここに美福モインという人がいましたね、さっき金子木の章の説明したときに、秋末から長曽根を経て、成子さん、徳志さん、この人のもとに、この土地が相続されていきます。 でこの徳志さんはですね、晩年の鳥羽上皇にすごく愛された人で、お子さんを何人も産んでいます。その長女、A 子内親王、この人が鹿子儀将の最初の本家になります。で、この徳志さん、皇后徳志さんがね、鳥羽鳳凰に言います。あなたと。 私、おじいちゃんから土地もらってるんやけど、まあ、行ったことなんかないでしょうけどね。なんか、リマの国の西の方に土地があるらしいんや。あれ、荘園にして、って。で、鳥羽、鳥羽がいます。任せなさい。私が荘園を作ってあげましょうと。私の力を持ってすれば、荘園を作ることならなんちゃないんやと。で、荘園を。 作りますで荘園作くる時なんですけどこんなとこね収入高が知れとんですもっといいとこは近くにないんかっていうとねここから一山越えたとこここにいいとこがあるんですよねここはね元区分田が広がっていてね上位制も施工されたんですこれね日本の田んぼってどういうところからね作られていくかというとね例えばここね 川から水が流れてくるでしょ。でこ、ここちょっとね、狭くなってるでしょ。そしたらここに、ね、水が溜まるんです。こういうとこが一番水田にしやすいんです。こういう広いとこね、こういう感じのとこ、こういうとこってね、川がね、荒れるのでね、これ土木術が発達するまで、帰って難しいんです。で、逆に山の中入っていきますと水が足らない。 ですね、だこういうとこがいいんです。こことかね。あるいはここの辺りとかね。こういうとこがいいんです。人間の土木技術がまだ知れてる頃ね。一番田んぼにしやすいんです。ここは収入が多いとこなので、ここを省エネにする時に、これもつけましょうかということになって、 鳥羽上皇ののねね命令ですのです、ね、じゃあこれお付けしましょうと。そんなことしたらね、国賀が,がね、困るでしょこれ国賀料を鳥羽大家が取っちゃうんですから。しかし、そこは鳥羽上皇様がそう言ってるんだと言えば、有馬の国志は OK です。鳥羽上皇様のためなら、これぐらいどうぞお取りくださいということで。 荘園を作るときに、これ、肌のためときが開発したところです。これを荘園にするという名目で、実際には、周りをガバーッと取っていきます。この中には、田んぼだけじゃなくて、山やったらね、漁もできるしね、からいろんな農業資源もあるかもわからへんしね、 これは海の方では漁業も行われているでしょそういったことも全部含めて取ってしまうんです。こういうのを領域型荘園って言います。このように荘園をガバッと作ることができる因、または石棺家。これを本家って言うんです。で、本家はこれを経営するために、領家、召喚というふうに、下に、下にね、 人間を任命していきます鹿児島省の章の資料では開発した人が両家に寄進して本家に寄進して上へ上へ作っていったように書いてあったでしょそこがあの鹿児島省の資料の一番あかんところであれ義文書ですからね偽文書ですからね,偽文書ですからねあの文書はね本当は今私が説明したように本家が荘園をガバッと作って さて、この管理は、近くにおる人に、君、そこ、経営してみるかって言って。で、地元には、片のためきの人がいるからね、片のため時君に現地任せようというふうに、上から下に人事は動いていくんです。どんな組織でも人事というのは、上の者が下の者に加盟していくんですね。ということで、平安時代の荘園というのは、 開発したとこをなんとか国司に認めてもらって、国司面板で面伝型荘園にするんですが、このタイプのものは規模が小さいし、国司面板で荘園にしますので、荘園整理なんかされたらひとたまりもないかもしれないですね。規模が小さくて不安定です。でかつ、本家とか両家とかそういうものは登場してきません。 ところが、陰性器の領域型荘園と言われるものは、本家の権力で、どーんと土地を囲い込んで、この時に本家の権力で、不入権、不入権を獲得してしまいます。うち今度、矢野省という荘園作るけど、この中に、国司とか、警備士とか、これ、税務所と警察なんです。 税務署警察署。国賀の県電子っていうのかなこれが税務署ですね。の調査官ですね。崖火誌、これ警察です。入ってきてあがんで、と。これを不有権不遊権って言うんです。で、鳥羽上皇が言ってるんですからね。逆らえませんね。わかりました。この荘園は、不有権不遊権を認めましょうということになります。規模も大きいです。荘園整理例で整理されることはありません。 極めて安定した荘園になります。ということは、長期的な視点でここを経営できるということになります。だここでね、疑問が2つ起きませんかそんなことしたらね、この旧国画料、ここから今まで税収がありましたよね。 じゃ、あ国家の税収減りますよね。それどうなるんですかっていうことと、これガバッと取り囲りましたけど、この中に国家領以外に個人の土地あるやもしれませんよね。それどうするんですかって問題起きますよね。旧綱領、旧資料が取り込まれてしまったとき、旧綱領から上がってきた税金とか、 旧資料を持ってた人の収入はどうなるんですかこれはね、補填するんです。今まで通り、ここから上がってきた税金をね、集めてね、払いますよ、ということになるんです。それから、あなたの持ってた土地、収入どんだけあったんですかそのま補填しますよ。可能って言うんだそうです。もっともそれが、いつまで実行されるか、 はね、分からないところですけどね。<laughs> とりあえず今までと同じだけの収入は補填しますよということにせえへったみんな怒るわね。<laughs> 土地取り上げられたらね、うん。そこはうまくね、考えられているんですね。それで、この荘園の作り方でね、一番儲けたのはね、実はね、旗のため時の子孫なんです。 旗のため時がね、開発したんこんだけですよ。ところが、今回、これガバーッとね、衝撃になって、で、現地、君に任せるわって言ってもらいますとね、今までここだけしか、差配できなかった旗のため時の子孫が、これだけ全部支差配することができるようになるんです。これモーケーですね。 鳥羽王家もボロ儲けです。開発領主、旗のため時の子孫たちもボロ儲けです。こうやってね、領域型荘園って、地域に住んでいる開発業者、旗のため時のような人と、京都に住んでいる鳥羽王家のような権力者、この二人のタッグで荘園を作って、両方が儲けていくんです。これが領域型荘園。 なですね、小さな谷間に水田を作りやすいので中途半端に変わさったということは言うことあります、ね。やっぱり作りやすいところから作っていくんで要は水の、ね、管理がうまくできるところから水田になっていくんです。で大規模なものについてはこういう地形です。のについては 鎌倉時代に明治時代の何割ぐらいまで田んぼが広がっていたかっていうのはね、わかっています。ヤヌドシってね、資料がいっぱい残っているので、それをね、精査して計算していくとわかるんです。で、たいね、このあたりでね、鎌倉時代で明治時代の田んぼの7割ぐらいはあったとされています。だんだん上に行くほどね、比率落ちていきます。 谷間の小さいとこね。それは確かに作りやすいから作られたかもしれないけれども、大きなトレンドで言えば、水が溜まりやすい平たいところ。ここから始まって。で、上流へ上がっていく。および下流に広がっていく。下流は水が多すぎてコントロールは難しいから。人間の土木技術で一番コントロールしやすい 中流の提出地から始まる。矢野の省についてはそうですで。多分ね、中世のね、資料ってあんまり残ってないんですね。で、ここね、例外的に残ってるんです。だからいろんなことがわかるんですね。それともう一つね、ここってね、日本のね、平均的なね、土地なんです。 ここね、90平方キロあるんです。日本ね、37万平方キロかなだから、えっと、4000分の1。日本のね。で、人口今3万人なんです。3000倍すると1億2000万でしょ。だからここね、人口密度がね、日本の平均的な人口密度なんです。どの時代も大体平均的な人口密度なんです。 特に繁栄することもないし、平地があんまりないからね。と言って、廃れてしまうこともない。だって、ここね、ここが奈良時代の山陽道です。ここが現在の山陽本線です。新幹線もここ通っていきます。ということは、東西交通がここを通るのでね、廃れることはないんです。従って、どの時代にも日本の平均的な 生活がここで営まれて、日本の平均的なものがここに蓄積されているんですね。これがね、矢野野をね、研究する人たちのね、もう一つの隠れた魅力になってるんです。京都をね、研究すると、日本の一番反映したところはわかるかもしれんけど、日本の平均的な姿は京都にはないでしょ と言って平均よりかけ離れた、錆びれたところ研究してもしょうがないからね。で、日本の平均的な姿を研究しようと思えば、ここがいいんですね。しかも資料いっぱい残ってるんです。当時、105文書でね。ということで、日本の平均的な姿を見たい人。で、中世の雰囲気が残っているところを見たい人。 ここに来てください。まだ全然観光地として売り出されてませんからね、そのままの平均的な日本を見ることができます。では、矢野の章の人事がどうなっていたかっていうことをね、説明します。荘園は本家が権力を使って作ります。でここの本家が 下の者に対する人事権を持っていますまず、両家を指定します。だいたいね、身近にいる、ね、下級貴族を指定します。で柳野の人の場合、土用家になったのは藤原の長真の一族。これはあの美福門院の実家です。で両家の下に預かり所式というのを置きます。でここは、大木坪という人が、 指名されました。微福門院の目の当です。ちなみに、大木の坪根の孫が藤原隆の信の。これ、二世の名手ということで、日本史の教科書に登場してくる人です。で、ここまでは京都にいます。で、預かりと合式はね、現地にやってくることもあります。本家と両家は京都にいます。この下に召喚が置かれます。召喚って、 産業を差配するのが下司で、文書を管理するのが公文かな。で、後にここに児童というのも鎌倉代で入ってきますけどね。この召喚にはどんな人がなったかというと、下司には、これ宗の定助。これは、旗のため時の子孫です。このように、旗のため時の子孫は、自分の開発した都市を中心に、 宿の章が作られたことによって、ゲス式あ。この式というのは、仕事をするとともに、その仕事から、その仕事に見合う収入が得られる。これを式って言うんですね。ゲス式、預かり所式、両形式とあって、これを本家が任命していきます。人事権は本家にあります。 こののに税金の名前が変わりますそれまで勘物と言ってましたが年貢くじ、部役って呼ぶんかなこれ <laughs> ちょっと自信ないな <laughs> 年貢くじが税金の主な名称になります構造は矢野の章も金子議章も同じです本家が両家を指名し両家が預かりどころ 召喚というふうに上から下に人事権は発動されていくんです。だから高校の教科書に載っている下から上に上がっていくあの金子儀賞の資料で荘園を理解するとそれ間違ってますよってことになるんですね。次に高領の方なんですけどこれもね、荘園に習って 小さく分割して運営していきましょうということになりました。で本家に当たるものが、治業国主などと言われる人たちです。両家に当たるのが国士。今までの国軍理性が、国と軍、合、法に再編成されます。で国外領の中には、軍とか合とか法とかいう。 小さなユニットができて、それぞれに軍事とか合詞とか保詞とか呼ばれる荘園でいうところの召喚にあたる役人が置かれます。他と役所、これは一緒ですね、荘園とね。で、このように日本は荘園というユニットか国外領が分化された軍とか合とかいうユニットに分かれていきます。 これで、荘園公量性って言うんですね。面積では荘園の方がちょっと広いけど、年貢で言うと半々になるらしいです。で、これね、左と右とね、区別する意味なんかそんなにあんのっていうことから、まとめて荘園性って読んだらええやん、という考え方もあります。一応は荘園公量性ということに なりますねもう一個説明しておかなあかんのは、タトとか百姓なんですが、彼らはね、土地を持っていないんです。タトって土地を契約で借りてやってる農業の専門家でしたね。またこの頃、タトや百姓は土地の所有権を持っていないんです。このタトや百姓は、 自由民で移動できるんです。この省エネの中におらなあかんことないんです。あとなんてね、もともとね、契約社員みたいなもんで、あ、今年はここで仕事して,って、来年は契約取れたらここで仕事するけど、あかんかったら他のとこ行ってね、また契約取って仕事しようというね、そういう延長ですからね、あちこち移動しながら仕事を取って農業をやってきた連長なんです。で、百姓も、 自由に移動できるんです。ただね、税を滞納していると、こだって言われらしいですけどね。税金の滞納がなかったら、別に移動したって構えんということのようですね。ここにもう一つ、下人というのがいます。この下人所有という、うちのこと下人ですが、下人はね、売買されるんです。自由民じゃないんですね。自分の身分を売っちゃったわけです。 だから売買されるんですが、しかしだから、売買されるということは自分で買うこともできるわけで、自分を。自分で自分を買っちゃいますと、自由になれます。という、このようなシステムで日本は運営されるようになった。これを荘園高量制といい、荘園高量制によって運営されていく日本を中世の日本というと。 質問を受けますね川路源氏や美濃源氏などは荘園システムのどこに位置するんでしょうか平の清盛で説明します。もうちょっと時代が後になりますが平の清盛は後白河法と組んで荘園を作っていきます荘園を作るのは後白河法後白河法が本家になります。 で、平家一門が両家になって、平家に仕えている人たちがいますよね。その人たちが召官になります。平家良の荘園というのは本家じゃないんです。あくまでも本家は後白河法。後鳥羽王家の荘園もあると思いますけどね。平家が一気に荘園拡大したのは、後白河法が荘園作っていくときに、その作っていくときに、 下に入って、両景色や下宿式、これを確保していくんですね。で、この平家が持ってた、この両景色、あるいは下式、これは平家がハロラングになった時に没収されて、源頼朝に受け継がれます。源頼朝が持っている荘園は、一番最初手に入れたのは、 平家が持っていた両家式と平家一門が持っていたこの召喚の下須式です。でこの下須式を頼朝は自分の部下に分け与えるんですね。これが持統になります。鎌倉幕府の御家人が持っている持統というのはこの召喚、ここに入ります。 蝶園の姿をね、ちょっとお見せしましょう。鳩のためときは開発したところ、ここは今、こんな感じやって言いましたけど、ここから一山越えたとこ、ここにね、いいとこがあるんですね。じゃこちらの方の写真をお見せします。矢野の蝶の真んところは、今、このお宅が建っているところ、この辺りにありました。 こちらはね、このようにね、いい田んぼが広がっているんですね。で、この柳の省のです、ね、中心部のところに、かつて上理性が広がっていて、その後ね、補助整備といって、田んぼをね、大きくするために、土地を一旦全部剥がして、新しくね、田んぼを分け直す作業を1970年代ぐらいにね、全国的に行ったんです。 でその時に、ここの部分だけ昔の地形を残すことにしました。このあたりね、田んぼを一回引っぺがしてね、新しく田んぼをこう、区画を引き直しようんです。これ補助整備で言うんですで。これやってしまいますと、過去の地形がわからなくなってしまうんです。その時に、ここはね、古代の 様子がよく残っているから、上位性が残っているからね、これ残しましょうということになって、えー、残しました。ここに道がありますね。これが109メーターごとに引かれている道です。でこの取得額この中に10単あります。一旦のくと1枚って言うんですね。高校の教科書なんかやとね、上位性というとね、 こんな風にね、きちっとこう、直線で田んぼを区切ってますけどね。あんなことはできません。実際の田んぼはね、起伏がありますのでね。こういう風に、田んぼの形は、ちょっとずつこう、歪んでいきます。これは、あの、地形の起伏、工程によって、あの、田んぼを分けていくからね。まっすぐに汗を引くことができないんですね。 これが109メーターごとの区画で、この中に田んぼが10貫あります。これを一丁と言います。4人家族で6貫から7貫あると、思考六民で生活ができるって言いましたね。律領国家の判伝収授も、豊臣秀吉の、豊川家康の 爆犯体制も4人家族に6ンから7ンを保障することを基本としているって言いましたね。それでね、頑張ってね、もうちょっと田んぼを増やしたらね、生活なくなっていくんです。その際、いくらまで増やせばいいかというとね、10ンここまで増やすのがいいんです。これ以上増やしたらどうなるかというと、家族労働力では、 でできないんですこうよりも大きくなってしまうと人にさせなあかんつまり地主に変わるんですね自作農でやっていこうとしますと一長十短になるんですだから戦後の農地改革って一長十胆以上の土地を取り上げるんですかね買い上げるんですけどね、うんでこの 一兆の土地を持って、これで農業していくと非常に理想的な農民生活が送れるんです。これを一兆百姓と言います。1960年頃、高度経済成長が始まるまでの日本が農業社会であった頃の理想の生活とは一兆百姓だったんです。 もうこんな言葉もねなくなってしまいましたね日本社会からねでこのね情勢の土地ね一番いいところなんですよところが今こんなになっています麦がありますがこの辺って雑草が6月というのに 田植えできそうな感じがないですね。もうここで米なんか作りません。これが今の日本の実態です。あこれあの、ここから、こういうふうに見たのがこの写真ですね。くるくる汗が、道が曲がっとるでしょ上位制て言うからってね、この道ね、まっすぐ行けるもんちゃうんです。くねくね曲がっています。 でこれで、領域型荘園が作られるとこまで行きましたね。この後、鳥羽上皇が亡くなって、方言の乱が起きて、平治の乱が起きて、自称中の乱があって、鎌倉幕府ができて、というふうに歴史は展開していきます。鎌倉時代になると、下地中文なんてものも出てきますよね。 下地中分は矢野の章でも行われました。ちなみに下地中分線は、ここを通っています。矢野の章に行きますと、ここが下地中分だっていうのがわかるんですね。それから、鎌倉時代から室町になるとね、土一揆となっていきますね。農民たちの。で土一揆をする前には、百姓たちは、 集まって、今度一気起こそうぜっていう相談するんですね。どこで相談をするか。それは、村にあったお宮さんです。これです。旗の川勝を祀る大酒神社です。この小さな神社ですけどね。これ、当時百合文書にも何度も登場する神社で、荘園の研究者は、 ここにやってきてね。あ、これが当時百合文書に登場する大酒神社か。ってね。私は荘園研究の聖地にやってきたんだ。ってね。ここを見て感動して帰りますね。当時百合文書に書いてあることは、この小さなお宮を中心に展開したのか。この小さなお宮ね。日本史の高校生では ダメですけど、大学で鎌倉室町時代を勉強している学生であれば、まあたい知っている、とっても有名なお宮なんですね。今日は領域型荘園ができましたっていうところまで説明しました。次回は、鳥羽法がなくなって、方言平治の乱が起きて、 平家制限ができて鎌倉幕府ができて地頭が入り込んできて下地中分が行われて村ができて土一揆が起きてやがて荘園が解体に向かうってとこやりましょうかね。